佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回は貧血対策についてお話しいたします。以前私はですね、まず健康診断を受けると必ず貧血ですと言われておりました。娘を出産する時も貧血と言われ、鉄剤が出されてですね、気分悪くしながら飲んでいた記憶があります。また献血に行こうと思って行くんですけれども、担当の方からあなたからは、もらえませんと、献血はできませんと断られてしまったという経験もあるほどです。特に辛い症状はないんです。とても元気になったんですけれども、そこまで貧血と言われてからは積極的に鉄分を取るように日々工夫をしています。例えば鉄分と聞くと、あなたはどんな食品を思い出しますか？例えばレバーとかですね、パッと思い浮かぶと思うんですけれども、なかなか積極的に毎日というのは難しくないでしょうか。実は鉄分といっても、もっともっと他にもたくさん含む食品があります。例えば玄米、小麦、胚芽、そしてひじきやわかめ、海苔、ごまですとか切り干し大根、納豆、きな粉、湯葉などなど、鉄分が多く含む食品はいっぱいあります。意外という食品もあったのではないでしょうか。なのでこういった食品を積極的に摂るように私も心がけています。また昔ながらの皆様、鉄鍋をお持ちですか？鉄の鍋ですね、お鍋です。この鉄鍋などで調理するのも手軽に鉄分補給ができますから、ぜひおすすめです。特に女性にとって鉄分不足はお体に多くの負担をかけていくことになります。そう、今日から工夫次第で上手に鉄分を取っていきましょう。あなたにできることを一つから一つずつ始めてみてくださいね。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。